2009年2月16日、米国コネチカット州の警察署は恐ろしく気味の悪い通報を受けた。女性は通報で飼っているチンパンジーが友人を殺したと言っている。Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart, hurry up! Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend?電話越しのそのチンパンジーに傷つけられた人は最後奇跡的に生き延びた。彼女の名はチャラ、チンパンジーの主人の友人である。このすべてのことは1995年から話し始める必要がある。一匹のチンパンジーがミズーリ州の動物保護区で生まれ、コネチカット州のジェリー・ヘロデ夫婦はペットとしてチンパンジーを飼いたかった。そこで彼らは動物保護区の管理員に連絡し、すぐにミズーリ州に飛び、このチンパンジーの赤ちゃんを見に行った。チンパンジーを一目見て彼らは見定めると、全く躊躇することなく5万ドルを払って彼を連れて帰った。彼らは最も好きな歌手トラビス・トリットの名前からチンパンジーに命名した。幼少からトラビスは人のように育てられ、普段は服を着てヘロデ一家といろいろなところを旅行し、彼らと一緒に生活した。初めの頃、トラビスはテレビ局で広告の撮影をし、テレビ番組に参加したこともあり、その中にはコカ・コラなど多くの有名ブランドの広告も含まれる。当時彼はみんなが大好きなアイドルで、彼のお隣のマッカリはいつもトラビスとレスリングをして遊んでいた。彼はこの動物は遊ぶ時に非常に気をつけていて、いつ止めればいいかを分かっており、甥っ子よりも賢いと思うと言った。トラビスはこのようにほぼ人と同じような生活を送っており、ベッドで寝て食卓を囲んで食事をし、自分専用コップで水を飲み、自分で PC を開いて絵を見ることすらできる。不幸にもジェリー・ヘロデ夫婦の一人娘は2000年に交通事故で亡くなってしまったので、ジェリー・ヘロデ夫婦はトラビスを自分の子供として育て始めたのである。年を重ねるにつれ、彼は自分の考えを持つようになり、青少年のように反抗期が訪れた。2003年10月のある日、夫ジェリーは車で彼を連れて街をドライブしていた。信号の入り口で赤信号を待っていると、流浪車が彼らの窓に向けて空きのボトルを投げた。この行為に怒ったトラビスはシートベルトを外して追いかけたが、追いつけず、ご立腹のトラビスは車に戻らず、道端をぶらつきながら通行人を騒がし、大声で叫んだ。ジェリーは車に戻そうとしたが、何の効果もない。その後、警察が現場に来て事態を収拾しようとしたが、トラビスはこれが遊びだと勘違いして、むしろ楽しんでおり、彼はやってくる車両や警察を追いかけ、ひどい交通渋滞を引き起こしてしまった。当時はすでに8歳で100キロ近い体重があり、4から5人の成人男性でもほぼ対応できず、彼はこうやって2時間ほど騒ぎを起こすと、疲れたので車に戻ってシートベルトをした。この事故は怪我人こそいなかったが、一定の注目を呼び、同年コネチカット州ではある法律が通り、それは50ポンドを超える霊長類動物を飼育することを禁止する内容だったが、この法律はトラビスに対して執行されたのではない。ヘロデ一家が飼育をしている時間は長く、現地では少し有名なので、ほぼ全ての人はこのチンパンジーが無害であると思っている。この事件発生後、ヘロデ夫婦はほぼトラビスを連れて外出しなくなり、多くの時間を家で過ごした。こうして安穏な時間が過ぎた後、2005年3月、オットジェリーの体に問題が生じた。病院の検査で胃がんだと分かり、ジェリーは最後の時間を病院で過ごした。この期間、彼はヘロデとトラビスのことで話し合い、彼は自分が死んだら、ヘロデはトラビスをチンパンジー保護区に連れて行ってほしいと言った。なぜなら事件が起きたら、ヘロデ一人では対応できないからだ。1ヶ月後、オットジェリーは亡くなった。ある意味、ジェリーはトラビスの父親まと存在だったので、ジェリーの突然の消失を辛く感じ困惑した。この時ヘロデはトラビスの問題を考え始め、彼女はもし自分も死んでしまったら、トラビスはどうするのかと心配になった。そこで彼女はフロリダのチンパンジー保護区に一通の手紙を書き、彼ら一家の写真と250ドルを添え、トラビスを引き取ってほしかったが、この手紙は結局出さなかった。夫は亡くなったけれども、家業のレッカー事業は継続しており、この期間、彼女はずっと流浪の友人チャラにレッカーの貴重の仕事を用意し、彼女を雇用して自分が不在の時には、トラビスの世話をしてもらっていた。チャラはここからトラビスとも友人になったが、2009年2月16日から全てが一変した。14歳のトラビスは、長期間ジャンクフードを食べて体重が 120kg 近くに達し、この日の昼、彼はフィッシュ&チップスとアイスを食べた後、興奮してしまい、
テレビ内のすべての内容に興味がなくなると。ヘロデは心配なので、彼のコップ内に安定剤を入れて飲ませ、彼が安定することを望んだが、これは効果がなく、トラビスは部屋の中でしばらくぼーっとすると、苛立ち始め、ヘロデの車のキーを持って庭に歩いていった。ヘロデはそれを見て大声で部屋に戻るよう咎めたが、彼は相手にしない。そこでヘロデはチャラに電話してきて手伝うように言った。チャラはトラビスが大好きな人形を持つと、彼を誘導して部屋に入れようとした。トラビスはチャラを見ると狂ったようにチャラの体にぶつかると、非常に残酷に彼女の顔や四肢を引き裂いた。驚いたヘロデはすぐに部屋に戻り、ナイフを持ってきてトラビスの背中を刺した。これが逆にこのチンパンジーをさらに怒らせた。ヘロデはこの時チャラがすでに死んだと思い、トラビスが攻撃してくるのが怖くて、車に逃げ込むと、施錠をして911に通報した。警察が来た時、トラビスの鮮血が滴る牙に驚かされたが、銃を出してチンパンジーに向けて連続で4回発砲した。トラビスは撃たれた後、叫びながら逃げ、最後には部屋に入り込み、自分の寝室に這い上がると、バスケットのそばに倒れた。チャラは病院に緊急搬送され、彼女の傷は相当ひどく、チンパンジーは彼女の目鼻眼とほとんどの頭皮、それと片腕を噛んでおり。事件後、彼女は1ヶ月以上の手術治療で何とか一命を取り留めたが、顔は変わり果ててしまった。別の見立てでは、チャラが当日新しい髪型だったので、チンパンジーは彼女と分からず。彼は見知らぬ人が大好きなおもちゃを持っているのを見て、脅威を感じ攻撃したのかもしれず。ヘロデはこの事件後大量のネットによる暴力を受けた。たった1年後の2010年6月、彼女は大動脈コブ破裂で亡くなり、彼女の弁護士は彼女についての声明で、ヘロデ夫人は過去数年間、唯一の一人娘を交通事故で亡くしてから、次に夫が亡くなり、続けて彼女が愛していたチンパンジーと友人チャラの悲惨な事件を受け、彼女の心は何度も砕けてしまった、という内容を発表した。最後に、彼女とトラビスを火葬した遺体は同じところに埋葬され、チャラの治療と訴訟の道はずっと続き、事故が発生して1ヶ月後、チャラの家族はヘロデに対し5000万ドルの訴訟を起こした。最終的に2012年、和解が成立し、約400万ドルが賠償され、同時に彼女も何度も顔と手の移植手術を受けた。彼は人のように服を着て、行為が人のようであっても、結局は野生動物であり、これは単純で議論の余地のない事実である。